はい、皆さんこんにちは、ゲーム作家マサです。今日はですね、これを買ったんですよ。ゼンフォン10、これ買ったのでちょっと紹介したいと思います。で、皆さんこのね、手持ち感がすごく良くて、いろいろスマホ、私も2年に一度しか買わないんですけど、その2年に一度だけ結構研究して、ゼンフォンの、動画は YouTube 動画とかは全部見てみて、これにしました。で、なんでゼンフォンにしたかというと、これですね、コンパクトで、今ハイエンドモデルっていうのがたくさんあるんですけど、その中でコンパクトって何個かしかなくて、もう主流派じゃなくなってるんですけど、この私はね、行動することが一番重要だと思っていて、大きいとね、行動に制限がかかるんで、だからゼンフォンにしてみました。で、これ値段もね、そこそこ、高いんだけど、モデル3つあって、ストレージが1ニッパー256、512で、私一番高いですね、 512GB で、ラムが 16GB のね、ものを買いました。134,800円だったかな、それぐらいなんですけど、ともかくね、このコンパクトさと、あと何がいいかって、今撮ってるのが古いので、エクスペリアで撮ってるんですけど、これは手ブレ補正が効いてるっていうのと、あとね、なんだかんだ今もそうだけど、こう自撮りで、インカメで撮ることが多くて、その時にこれインカメの性能がいいんですよ。もちろんアウトカメラよりは悪いんですけど、そういう意味でね、インカメ重視で、ともかくね、性能もろもろいいんで、YouTube も上げてるんで、これにしました。またね、仕様があってとかね、語るかどうかわからないけど、手ブレもね、少しは補正できるし、音声も良ければ YouTube ね、見てる人も少しいいかなと思って、こういうの買ってみたんで、今後はエクスペリアで上げるのは最後で、今後はゼンフォンで上げていくと思います。そういうことで、ゼンフォン買いましたというね、動画になりましたけど、記念にね、ちょっと下に置いて撮影してみたいと思います。はい、ゼンフォンこんな感じですね。はい、それではね、ゲーム作家マサでしたけど、今ね、ちょうど東京都写真美術館見えてますけど、東京のね、恵比寿あたりにおります。はい、じゃあまた動画あげます。ではでは。